どうもこんにちは、宣伝部長の小市です。今日はタレント基本方針、曲によって分かれるっていうことでお話をしていきたいというふうに思います。 というわけで昨年ジャニーズ問題が勃発し主にジャニー北川氏による加害問題でそれをまあ局含めてみんなで覆い隠していたんじゃなかろうかという反省のもとそういう忖度は良くないよねという形で、まあ、一旦起用を見送ったりっていう状況が続いていてそれはビジネスと人権という考え方のもとでそのいわゆる付き合いのある、ね、企業がそのやらかした企業に対して ちゃんと改善を求めていく。そういう付き合いはすることによって付き合いが継続することによって改善を求めるという、まあ、一応そういう考え方のもとですね、まあ、完全に切ることなく、まあ、お付き合いを続けましょうという状況が今続いているんですけどもこれはよく言われることですけどこれ海外とかだったら普通にジャニーズ切って終わりじゃねみたいな。で解散して、 まあ、タレントがフリーでやるのかどっかの事務所に所属して、まあ、新たに発信するのが普通なんじゃねとも言われてるわけなんですけどもまあ日本はそこまでいかずという形で、まあ、それはでもそこまでに至ったっていうのはジャニーズがまあ自らの海を出すという形そして保証もしっかりやるんだと廃業するんだと。 いう意思を示したのでじゃあそういう形でじゃあ反省どうやってあの、まあ、保証したりとかどうやって改善するんですかっていうのをまあ今みんなで待ってる状態のはずなんですよね。なんですけどちょっとまああんまり変わったように見えない形の中、まあ、ようやくですねそのまあテレビ局も契約の問題であるとか新しく番組を作るにおいてキャスティングっていうのがなされる時に、まあ、ようやくこうね じゃあジャニーズ事務所のタレントどうしましょうみたいな話になるらしくてでその影響が出るのがまあえっ、ー、と 今回の4月以降の話だということで、まあ、昨年よく言われていたのは、まあ、今契約の件があるから4月以降はもうなくなるよみたいなことを言ってたんですけど、まあ、ところがですね普通に永瀬廉さんのドラマ別にまあそれいいとか悪いと言いませんよ悪いと思いませんがあ普通にやるんだみたいな感じになっていてえーみたいな,なんかそのなんか変わったっけみたいな話がありまして、まあ、一応保証はなんか そそれれななりににやらてていてでのの保証に対するる発表もあるのかなみたいなのがあると思うんですけどいずれにしてもですねなんか、まあ、こういろんなものがおざなりになってる状況の中で、まあ、基本的には対応せずという対応をしてでなんとなく保証を進めてってそ,のそれなりに数字を出してきてじゃあ,あ我々ここまでやったんでまた、あ、継続してやりますけど大体もういいっすよねみたいな感じでやるんじゃないかと。 いう風にまあ、思われていたわけで、それを受け入れるのか、受け入れないのかっていうのが、まあ局によって結構方針分かれたよね。って感じですよね。はいまあ、というわけで、私はそのジャニーズに対する対応順にね。ちょっと並べてみたんですけど、どっち側が良くてどっち側が悪いとは言いません。はい、そして色色にも全く意味はありません。ということで。まあ今回はその辺含めてやっていきたいという風うに思います。 はい、というわけでこちらね「勇敢富士山」の記事で NHK で旧ジャニーズ消,消滅の衝撃4月改編で8番組終了ということですね。NHK は外すそして民放各局も旧ジャニーズ外し始まるという感じで、まあ、これだけ見てるとねなんかその,そのまんまねあのジャニーズ外しにみんな行くように見えるんですけどね。 まあで実際いろんな番組もね民放各局においても終わるらしいんですけどただまあ終わるのはそもそも。 視聴率の問題で消えるのかもしれないしよくわかんないんですけど、まあ、問題はこれから起用するかどうかがまあポイントだと思うんですよねで。起用するにあたってはジャニーズとしてはここまでやりましたっていうのを見て局としてこう判断したんだから OK なのか OK じゃないのかよくわかんないんですけどその辺をちゃんと発表しなきゃいけないって感じで少なくともですねジャニー、旧ジャニーズ事務所はですね その記者会見もう一回やるっってて言ったんですすよ覚えてますか第1回目やらかして2回目もやらかしてで2回目に立ってはですねあのあれですよ NG6 問題っていうのがありましていや要はね記者さんたちを NG リストに入れて、ね、不都合な質問は来ないようにしていたとかですね、まあ、そういうなんかコントロールしようとしていた形跡が見られていてでそれを受けてですねまあめちゃくちゃ批判された結果なんかもう一回やろうみたいな話があったわけなんですけど。 それどこ行ったのとかそれに関するまあちゃんとした受け答え含めてなんか宿題たまったまんまなんですよね。でその間になんか保証とか勝手に始まっていってですねまあ別に始めるのはいいんだけどだけどそのなんかその基準とかも発表されない等々で結局その告発した方々 がのうちにはやっぱりそれがおか,おかしいみたいな形で苦しんでらっしゃる方もたくさんいるわけですよねでそこに対してちゃんと向き合ってるわけでもないしそれから先日あのハットリーさんですよね一番あの被害者の中で高齢の方だと思うんですけどその方のまあ配偶者の方がやってる x のポスト見たらまあ自分たちの場合は事務所ができる前の被害だからなんて言うんでしょうねまあその 藤島氏って言うんですかねジュリー氏じゃないとちょっと話が進まないんだけども彼女は病気を理由にして出てこないとかねいう感じで、まあ、最大の権力者がですねまあそんな感じですよ <laughs> あの全部に出てこいとまでは言わないですけどやっぱ最低限対応するべきのと,ところもあるしそれから こういった問題に対応するためにわざわざ、まあ、東山さんを社長にしたんですよね。だったら被害をさ受けた方にとりあえず全員あ,あ会って、あっていくのがまあ社長の役割だと思うんですけど、なんか出てこい、ちょっとなんでいかなきゃいけないんですかとかですね、<laughs> なんか言われるわけらしくてえ、じゃあ金払って終わりみたいなね、いうところがありまして、なんかこういろいろ批判を受け入れてるつもりはなくって、まあ今まで通り、 なんか王様のまんまで「はい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 金金金金」みたいな感じに見えちゃうと。でさらに誹謗中傷問題についてもまあきっちり対応してるようには全く見えないところがありまして一番やってるのはそのファンの方々が告発してる人に対しての誹謗中傷と。まあ、これはもう警察がねまああのでに動いてる案件にはなってますけどまあ その警察が動いたり等々の前にまず会社としてあるいは所属タレントとしてなんか声明っていうかそれぞれタレントも言わなきゃいけないし会社としてもファンクラブのとこですよファンクラブじゃないとこにちょろっと書いてあったけど誹謗中傷を止めるために必死で動くべきでしょだってそれはジャニーズを守るためにみたいな感じでファンが動いてるわけですからだからそれはなんかあまりにもって思うんですけどね。はい、という感じの状況の中で 何をもって評価するんでだからそうするとまあ、このまんまあのなんか再開できないよねっていうふうになると私個人としては思うんですけどだから、まあ、だからさっさと抜けた方がいいんじゃないっていう派なんですけどねはい。 で、えー、とそんな中で、えー、NHK は旧ジャニー鎖国を決断ということで事務所を狙ううちの8分番組終了にやりすぎの声という感じでワンソンくらい言われるぐらいですね、えー、と番組を切ることにしたとで14日同局の定例会見でさまざまなジャニーズの番組の終了をまあ発表したと。 いうことですねで同局は被害者補償や再発防止の取り組みが着実になされているか確認されるまで新規の契約を行えないとしておりその方針を貫いた格好だということで、まあ、これは真っ当ですよね。だって <laughs> ちゃんとやってますかこれみたいいいなななねやってないとは言えないですよこれが着実にしっかりなされているかあるいは途中であったとしてもそれが安心してもうああ大丈夫だねって思うような状況かっていうとそうでもないでしょ。 で、新しく作るスタート、えっ、ー、と、スタートエーターテメントの方の福田社長は、いや、我々そういうの、なんか、やんない、関係ないから、みたいなことを言ってるわけですよ。対応しないし、やらない、みたいなね。で、そうすると、じゃあ、旧ジャニーズがやらないと、誰がやんのって話になるわけで、そこが、まあ、ちょっとね、本当に真剣にやってんのかっていうか、お金の支払いの面については、そこそこ積んでるらしいんですけど、まあ、一番の問題は、 まあ心とか納得感とかっていうところになるわけでそこについてはちょっとね不十分すぎるかなっていうのが私の感想だと思いますね。っていう感じでまあ各メディアもですねえっ、ー、となんかねおとなしくなってしまったっていう感想なんですけどね。はい。でえー、と続いてですが。 はい、こちらはねテレ東ですね。えっと、スポニチさんのニュースでテレ東旧ジャニーの新規起用の見合わせの方針に変わらず権利問題の処理など明らかになっていないということですね。はい、はい、で、まあ、被害者保証の話等々もあると思うんですけどそれについては一定進んでるっちゃ進んでるわけですよね。で今回新たに言っていたのは権利問題の処理っていうことですね。だかか、ら実態が結局その保障会社というかまあ 旧ジャニーズ事務所に、まあ、残ってるまんまだっていうことですよねそこは権力の源泉になっていてファンクラブでであるとととか、か、県とかそうですよね。だからタレントを新会社の方に、まあ、移すは移すみたいなんですけどそうなったとて、まあ、お金を生み出す源泉は元のまんまみたいな感じでそれは何て言うんだろうな ちゃんと解決したたのかみたいな感じですよねだからタレントだけそっちに移して「はい真っ白です」っていうのはちょっと全部移してね、まあ、まだ保証に専念するんだったらともかくそういうわけでもないからっていうところなんでしょうね。その辺はちょっとさすがの味方だなって感じでまあそもそもテロ党としては、まあ、NHK の場合もともと起用していて切った。 NHK は、NHK じゃない、テレ東はそもそもそんなにジャニーズのタレントを、まあ、起用していないとか、むしろなんか呼んでも来てく,なんだか来てくれなかったのか、どっちか分かりませんけど、もともとそんなに、ね、利害関係が少ないから、まあ、普通に言いたいことを言えるっていう感じなんで、まあ、なんで、まあ、NHK と対応としては一緒なんですけど、まあ、一応 NHK の次という形に一応させていただきましたと。 で、続いてね、富士と日テレですかね。で、富士テレビは、えー、っと、旧ジャニーズ事務所所属タレントの新規起用示唆みたいな感じですね。まあ、ここからちょっと全然、経路が変わっていくんですけど、あ、そうだ、すいません。ちょっとこの、その前に先に TBS だ。順番的に失礼しました。TBS ですね。あの <laughs>、えっと、TBS の場合は、一応ね、えっと、 旧ジャニーズ外部委員からの提言ということで、実行策9つのポイント公表と芸能事務所に対する特別な配慮を配しますということで、28日公式ホームページを更新し、旧ジャニーズ問題に関する特別調査委員会の外部委員からの提言の実行策をま紹介したって感じで、組織体制を見直して、その まあそもそもそんな忖度が入らないような形もしあったとしても指摘できるような形にまあ会社そのものを変えていくという提言をねまあ、したというところですかねはいというようなお話をされてましたであと TBS に至ってはこのジャニーズの問題に対してちゃんと誹謗中傷問題についてもあの番組にされていたりとかまあ、あのこの 問題について、しっかり取り局として取り組んでいこうという意思は感じますよね。はい、まあ、ただうんとちょっと私もそこまで完璧に追ってるわけじゃないんですけど。まあタレントを。まあ,あ起用しない感じの名言はしてないですよね。テレ東さんと nhk さんとは違ってね。はい。 まあという形でまあいずれにしてもまあ根本的に見直そうという姿勢っていうかについてはあの移民放って言うんですかねえっとテレ東さん除く民放においてはまあ一番頑張ってるんじゃないかなと思いますしだそれもあの松本人志さんの問題なんかでもやっぱり一番まともな何て言うんですかね番組を作ってるのも TBS という感じなんでまあ今こん,こんくらいの差ですけどなんかもうもう。 考えららられないぐらいいいいぐ距離こ,こから開いていくと思いますよだって片方は取り組もうとして一生懸命頑張っていてでもしがらみ等々ある中でもがいてるわけじゃないですかそれは今だからなかなかこう前に進まないところあるかもしれないけどほんなら10年後考えたらもうどえラいさがねついてると思いますよそのそれ以外の曲と。<laughs> あので先ほどのフジテレビはもうタレントのキー新規起用を示唆みたいな感じですよね。はい で、でえー、っとですね、これは16日、えー、都内の同局で定例会見を行ったっていう感じで、その中で、えー、っとですね、私どもとしては保証問題が進んでるのであれば、キャスティングしていこうかなーと思いますと、えー、従来の番組のみならず、新規での起用も示唆ということで、4月からのドラマバラエティでも、スタートさん所属のタレントが出るというのはあると思いますということで、ここから明確に違いますね。あ <laughs> の <laughs> はい。ということですね。普通にあのんなんでいいですよって言っていて、だからジャニーズの対応のあれが OK だという太鼓判を押してるというふうに思われるわけなんで、はあ、っていう感じですね。まあ、ちょっと国連法で何て言われるんでしょうね、この曲とかはね。で、そして、はい。で、さらに、えっ、ー、と、これは日テレですかね。あ、まあ、どうかな、似ってるのがマシなのかな。一応、えーと タレント起用に進展、保証状況を受け、新規の起用を検討できる段階に入ったというところですかね。まあ一緒ぐらいですかね。だからね。でえっと、日本テレビの社長が26日、えっと、定例会見がね、まあ、行われたというところで、まあ、起用しに言及したって感じですかね。はい。で、 で昨年11月の当時に比べて、まあ、検討起用検討できる段階に入ったっていうふうに、まあ、してるみたいですね被害者への適切な保障ですって、はあえー、と再発防止の策の実施、えー、所属タレントのマネジメント体制の構築社名の変更を、えー、保障会社とマネジメントの分離などを具体的に申し出てて 何度か対話を行ってきたということで、まあ、やっていただいているとい認識だそうですね。現状においてそのテレ東さんがやっぱ突っ込んだように本体の方から本当の意味でのなんていうんだろうな。 異常が進んんででないと思うんですけどねだから分離できてないんですけど、こうやってあのマネージメントね、この保証会社とマネージメントの分離っていうのは表面上の分離しか今してないわけで、そこの説明がないんですよ、現状ね。でも評価しちゃってるって感じで、はい、まあ、ここもしょうがないですね。はい、ズぶズぶですという感じで評価させていただきますと。で、そして、えー、っとですね。 あのテレ朝に関してはですねちょっと調べたんですけどえっと記事化はされてなくってで一応なんかホームページに記者会見の様子の載ってたんで見たんですけどまあ確かにこれ記事化しねえなと思って、まあ、実質何も言ってない感じでしたかね。 もうでも何言ってるかよくわかんなくってまあ従前と変わりませんみたいなことを言ってるとかあと保証についた一定の、まあ、評価してるとかまあ本当に官僚みたいなこと言ってんなみたいな感じでねだからどうするかはよくわかんないんですけどただですねはい、えー、こちらねテレビ朝日でえっ、ー、と えっと、旧ジャニーズに所属していた今度はスタートに所属するか分かりませんけども、えー、永瀬廉が、えー、恋愛ドラマ初主演ということですね許されざる恋に溺れていく刺激的なシーンも多いですという、まあ、そういうドラマをやるらしいですね、はい、話題になるんでしょうねきっとねって感じでいやーちょっとね <laughs> <laughs> もうさあって思いましたほ、ねまあ、他にも多分他の局もやるのかもしれないんですけど、まあ、いずれにしてもあ4月からジャニーズ一掃されるよって言ってたそのなんかこう関係者みたいな人が嘘ついてたっていうことがまあこれで明らかになったって感じで、まあ、きっと結局うまくちょこちょこやりながらまあこう何てん折り合いをつけてって折り合いっていうのかなまあ落としどころを見つけてって。 なんかこうごにょごにょ対応して終わるんじゃないかなみたいなふうに思っていたわけですけどまあ私の見る限り民放3局はどうもそんなような方針ですね。まあ、そもそもテレ朝はあ,のあれどうすんだって話がありまして、まあ、あのジャニーズ劇場ですねテレ朝が作るなんかでっかいエンターテインメント施設みたいなやつを作るわけですけどそこにまあ目玉としてジャニーズ劇場みたいなのを入れようとしてるんですけど。 まあそれについてどうするんですかとかいろんな話があるわけってまあそういったズブズブ問題に回答することなくえー、っと、まあ、回答してないわけじゃないんですよねそんなのはなんか最初から予定に入ってませんでしたっけなんかまあなんかいろいろ言ってたような気がするんですけどまあまあとにかくね まあ、あらゆることをごまかして突き進んでるかのように見えますよね。はい、というわけでこれは普通になんかこう第三者的になんかジャニーズがやってることを評価するにあたってなんて言うんだろうなやってないわけじゃないですよ。やってるし保証もやってるしお金も払ってるしだけどそのなんて言うんだろうなええー、みたいな。 なんかこう本当だったらお取り潰しだったところを全部吐き出してでもなんとかするからみたいな感じで受け止めてたんですけどそんな感じじゃないんですよね。はい、だし権利関係もおざなりだしだから結局そのメディアとか,そ,のかそ,そういうのをちゃんとやってくれっていうためにビジネスと人権の考え方の中取引企業がしっかりこうね脳を突きつけてくっていう必要があって。でも やっぱりテレビ局は民放3局はそれやってないからじゃあじゃあ大丈夫じゃんみたいな感じでズブズブ来てる感じですよ。だからここが本当にテレビ局全体としてちゃんとやれよとって脳を突きつけたらやらざるを得ないでしょっていうことだと思うんですけどまあ結果としてなんかねそのなんて言うんだろうな変な感じになっちゃってでもこれが、まあ、結果としてまあ いずれ批判されることになっていくのでこういう中途半端なことですよねせっかく廃業するっていうどえらい決断したわけでしょでじゃあもうジャニー喜多川氏からもらったものは全部吐き出すぐらいの感じでわってやってりゃなんか今頃その保証ももっと進んでただろうし体制とかもねなんか 弁護士にねねほりはほり聞かれるみたいな感じで、ね、しかもそれ寝踏みされてるようだみたいなことでそれは弁護士さんは仕事としてそうなっちゃうわけでかおかしいじゃんみたいな最初に話するのはカウンセラーとかじゃないのみたいなねいう話でまあ非常にやり方がこうこういうなんて言うんだろうなまあ一応保証こんだけ済みましたっていう数字をもとに評価してもらえる数字だけ残してでまあ結果としてあのまあ みんなを元に戻すというかそういう手法のもとをゴリゴリやってるわけでしょっていう感じなんでそれにやっぱり乗っかっちゃうようだったらもうこの3曲はもうダメだよねっていうふうに私としてはちょっと思っちゃうっていうところですかねまあ一部ここもそうかもしんないけどはいまあというわけでねまあただまあちょっとね皆さん こうね視聴率も取らなきゃいけないし、付き合いもあるし、いろいろあるから難しいとこ <laughs> あるかもしんないけど、まあ、せめてね、なんかもう,もうちょっと頑張る姿勢ですよね。TBS さんのように番組をね、やっぱりジャニーズの問題しっかり取り扱ったり、誹謗中傷で苦しんでる人、告発者が苦しんでるんですよ。こんなんありえないじゃないですかで。そこをちゃんと取り上げたりとか、真面目にまず向き合うべきじゃないって、あなたたちが追い隠してきたんでしょっていう話がありまして、まあいずれにしてもですね、 まあこのなんか文字の色が黒いところは暗いところは消えてっちゃうんじゃないかなって個人的に思ったというの話でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。